この間瀬戸さんが紹介してたやつですね。プレーンじゃなくてハーブの方ですね。 125g 195円セブンイレブンのサラダチキン。これだと全然太らないらしいですね。これを食べてもタンパク質エネルギーが105カロリー、タンパク質が 23g で、これがまあ要はスポーツマンとかがよく食べるチキンの胸肉、ダイエットフードというか、まあ、筋肉をつけたい人の食べ物よくわかりませんが、まあ何しか今すごい人気だそうです。食べてみようと思います。はい、食べやすく切ってみました。まあもう冬で寒いのでちょっと電子レンジで温めました。結構ボリュームありますね。これだけ食べても太らないんですかね。ではいただきます。うん、味がついてますね。何もなしでもいけそうですね。おいしい。ああ、塩気が結構効いてますね。まあこれただ切っただけですけど、まあ、このままでも美味しいけど、横にやっぱりちょっとサラダとか持って食べたらなお美味しいでしょう。というわけで今日は一切顔出しのないタケ TV でした。じゃあね、バイバイバイ。こっち太る、こっち太らない、こっち太る、こっち太らない。はいだ。